どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですねガズ旅行くぜー。おい、今は何だろう、今9月入ったばっかりだから、夏秋、まあ、残暑の旅、ね、秋の旅、うん、行ってこようと思います。どんなプランかと言いますとですね、まずはですね駒ヶ岳っていうところあるんですよ。西駒ヶ岳ロープウェイで頂上に行ってですね、千畳敷カールというところがあるんですけども、ガズはねもうかなり前に一回行ったことあると思うんですけど、ちょっとせっかく長野県に住んでるしですね、まあ一応僕が住んでる南信州エリアだからその辺もちょっとね、行ってみたいなということで、そこを寄り道しつつ、最終目的地は軽井沢です。去年もね軽井沢行って、このガズ旅でもですね、動画上がってるんですよ。概要欄にも貼っとくんですけど、去年のやつも面白いんで見てもらいたいんですけどね。今年はまあホテルも違うホテルにして、でやっぱどうしてもね晩ご飯食べたい店、前回朝ごはんを食べに行ったね沢村っていうねすごいねいい感じのお店があるんで、そこでですね、晩ご飯をですね、食べようかなというのんびり旅なんですけど、なんかちょっと今ね今日雨降ってきちゃってですね、ちょっとこの先旅がどうなるか思いやられるところなんですけど、まあまあガズさんはですね結構雲をねえいってどかせる力がちょっとあるみたいなんで、どうなるかちょっとねご期待くださいということで、今まずはですねその駒ヶ岳のロープウェイのところに向かって今車を走らせております。行ってくるぜ皆さん、ガズ旅にお付き合いください。イエーイ、駐車場に入れました。すごいよ。いやちょっと晴れてきたよ。本当だ。ロープウェイに乗るにはどうしたらいいでしょう。まずね、そこで渡って切符買っていただいて、この一番乗り場からバス、あ、はいはい、30分、その後白火平いうとこへ乗せてくれるからロープウェイ7分。はい、ありがとうございます。全部一括で買えます。はい、すごい。ということで分かりやすい、下に行って往復。雷が発生しますと安全確保のためロープウェイの運行を見合わせる場合がある。今日はどうなんだろう。ほら今の今日ずっと天気悪いって言ったけど奇跡的に晴れて、そしてなんとなく暑い予感。どこかな。今バスに乗り込みました。ここからこのバスでロープウェイ乗り場まで行くんですけど、そのねバスのね道がすごいんですよ。超ヘアピンカーブでなかなかドライバーのテクニックが要求されるというやつなんで、ちょっとこれで動画でも撮影しようかなというふうに思います。今日は平日だからね、バスもガラガラでした。はい、いやもろ高原だな。さあここから駒ヶ岳に上がっていくよ。超当たりそうなんだけど、すごい苔がね。いやもうここが一番面白いんだよね。すごいエンタメ、もうなんかディズニーランドのアトラクションみたい。これ本当に、しかも作るもんじゃねえか。
手出してたらもうやばいですよ、これは。触っちゃう、触っちゃう。まだまだここから登っていきそうだね。着いたです、白火平駅。ここでロープに乗る。ひとまずはここまで到着。さあロープに乗ってきます。じゃあ乗ります。乗りますよ。もう上着着ちゃったもん寒くて。これ持って降りてくる。そうですね、下りもそれ使いますので。はい、おお、あった。お、これ乗るんだ。レッツゴー。じゃあ乗ります。あ、でも結構思ったより明るいな。そうだね。あ、見て、あっち南アルプスだ。あっち側は。あれ、雲ってそれがどうかわからない。あ、でもなんとなくそう、あの黒い雲が映ってるからね。へえ、7分30秒。いいですね。すごい。すごいな。ほら見て、向こうは明るいよ。街っていうか。本当だ、あっち晴れてんじゃん、街は。こっちはだからやっぱ光になっちゃうのかな。でもそのことね、あっちが南だもんね、多分。そうだね。わあ、でもなんかすごいな。950トンだ。加速耳がすごく強い。ここからまた。すげえ角度が。やばい。まあそっち見てるから。こう。いやー本当だ。今これ骨折する。人工骨を左に真っ赤に見えてきましたが、リグラスの滝と呼ばれていまして、その落差は。あ、これだ、滝の落差。これだ。あ、そう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 。これ真っ赤なのすごいよ。いやー、そうそうそう、前も言ってないはず。いやー、すごい、すごい、すごい滝。滝だったな。わー、わー、すごい、すごいね、こっちも。いやー前もすごいけど、まもなく進行方向右手に下りのゴンドラがやってまいります。すれ違うところが当ロープウェイの中間線となっています。それでは中間線すれ違いです。進行方向右手をご覧ください。早く動いちゃうんですよ。本当だ、真っ白になってきた。もう雲の中だ。いやもう雲の中に入ってきます。どうでしたか？すごかった。すごい速いよね。すごかったけど速度が速い。真っ白。わあ、マジでやばいこれ。視界が。これはもうぐちゃぐちゃ見えたかもしれないぞ。まあまあこれも旅の大変です。ありがとうございます。降ってはいないけど到着。到着だけど真っ白だ。何にも見えないくなっちゃった。宝剣だけ。あら、こっち入っちゃいけないんだ。つっても何も見えない。来たはいいけど、ちょっとすごいよ、これ。でも歩いてる人いるね。いるいる、あそこ。人見えるかな、あそこ。歩ける。こんな感じのマップがありますな。宝剣岳とか書いてある。今どこにいるんだろう。今どこにいるのかな。あ、ここか。三角なんです。ここに、ここにいるんですね、今ね。千住カールの遊歩道ってから、あの、はい、山頂まで行けない方は、ただここの三角の中をね、まあ、だけあ、ここだけでも十分。40分かかりますけどね。そんなにかかるんですか。はい、ここ行くだけでね。はい、
へえ、まあでもちょっとせっかく来たから行ってみたいね。せっかくですからもう雨やんでるから、まあ、うんうんうん、降る可能性ありますんで。確かに登山口ちょっとこれはちょっと無理だね無理だね、ちょっとすごい格好になってる、ね、もじもじ君になってるけど、うん、ちょっとはい、はい、じゃあちょっとこれはね無理っぽいよ。途中までちょっと行ってみるか。え、途中まで行ってみるか、うん、一周回らないで、うん、これ持ってあげようか、うん、これかわいいじゃん。いろいろあるね、うん、あのあれとかもね、なんかこのこれかあんまり見ない。そうそう、あ、うわ、なんかすごいよこれが。何、千畳敷違うか。そうなんじゃない。へえ、あ、見えたじゃん。見えた、すごい。これが天気良かったらもっとすごいんでしょ。そうだね。わー、でも真っ白だけどね。へえ、すごい。でもなんか空気が気持ちいいな。ああ。あら、ほんとかわいい。この辺からなんか多肉植物みたいに見えるね。そうだね。これとかすごい多肉、多肉みたいだよ。これあれに似てるね。なんだっけ、セダムだっけ。ああ、そうね。すごい多肉感が。ね。これはすげえ。ね、植物が好きな人は。かわいい。というわけでですね、来たんですけど、もう雲がすごくて、ほら、ちょっと見てもらうとか。でね、すごいですね。真っ白。スティーブのこのラウンジがあったんで、これでコーヒー休憩してるわけですね。あったかいコーヒーをなんか、あったまってるんですけど、本当はさ、なんかね、天気良かったらさ、そうだね、ウクレレ持ってきてたんですよ、これ見てください。ちゃんとここにね、夫婦でセッションしようと思ったんだけど、ね、それどころじゃなくて、あの足元も見えないぐらい。これはさ、やっぱリベンジだね。そうですね、また来ますわ、うん、晴れた日にね、うん、そう、まあ今日メインはね、軽井沢の旅なんで、うん、まあでも一回来るとね、なるほどっていうことが分かる。確かにいいんじゃない。バスは面白かったね。すごいよ、あのバス、あのバスがね、前回もね、来たことあるよ、かなり前に。あれがすげえエンタメなんだよね、うん、あの帰りに運転手さんにすごいドライビングテクニックだいやいや、挑戦の声を、うん、あの与えてきました。ということで、もうちょっと休憩したら降ります。おーい、帰り道は一番前の席に来られました。そうか、すごい、めっちゃ道路狭い。うわー、すごい。いやー、もうクランク、クランク、SG ギリギリだよ。 SG のさ、もうここが一番面白い教習所、ここが一番面白い。これ見てる人、見てる人、すごい。捕まってないと。無理無理、しっかり捕まってない。
そういうわけでですね、駒ヶ岳はですね、雲にまみれていたんですけれども、でも行ってよかったよ、すごい、なんかすごい綺麗な、まあ、山小屋っていうかそういうところでね、なんかゆったりなんかコーヒー飲んで、なんか目見えるなんかこう高山植物とか澄んだ空気とか、まあとにかく寒かった、で下に降りてきたらもうめちゃくちゃ暑いの、今30度だったもんね、下あれ、ね、上はもう16度なんだから気温が、そうで、まあまあいい感じで、またバスがすごいんだけどさ、皆さんおすすめはね、もしこのロープウェイ登る方はですね、バスに乗るときに最前列がいいです。バスが特に下り、そうね、下り超強力ですから、面白いっていうか、もう本当ジェットコースター並みです、うん、はい、じゃあこれから軽井沢に向かってレッツゴー、イエーイ。はい、軽井沢へ入ってきました。いいね、軽井沢はやっぱりいつ来てもこう天気悪くてもですね、この雨降る軽井沢もちょっとまあ景色見てもらうと分かるけど、このなんか厳かな感じがですね素晴らしいんですよね、ね、すごい素敵なお店ばっかりで、本当よ、これロータリー、このロータリー、ここ一回泊まれって書いてあるから泊まって、はい、じゃあぐるっと回ってまっすぐ行きます。ほら見て、ここのなんかレストラン、綺麗で本当だね、素晴らしい。ここにもいっぱいいい店ありますよ。おしゃれだな。おしゃれなんですよ、やっぱりね、軽井沢っていうのはいいところよね、本当に。別荘がもう本当だね、ここもイタリアンレストランがありますよ。本当だ、すごい。はい、今日はでも僕たちはですね、もう狙いをつけてるディナーのスポットがあるんです。 それは前回の動画を見てくださった方は分かると思うんだけど、前回朝ごはん食べたところがあるんですよ、沢村だよね、沢村っていう、まあ、カフェというかダイニングレストランみたいなところがあって、前回朝飯の時にそこの場所を知って、うわここで晩ご飯食べたいなって言って、その夢をですね1年越しに叶えに来たのが今日なんですよ。そうなんで、今日夜はねもうそこでねちょっとワイン飲むのがめっちゃ楽しみ。あ、もうこれ旧軽井沢のど真ん中になってきた、うん、そうだ、もうそこは沢村だよ、多分今出てくるよ、ちょうど前を通ると思います、噂の沢村の、ちょっと待って、この辺か、そう、そこか、あとね、この次だな、この次か、どこ、これだこれだ、きっとそうです、あ、この次だ、そうなんです、ここです、ここです、ちょうど前を、ここで今日晩ご飯食べます、楽しみだ。今日ね泊まるホテルは、なんかにぎにぎしてるね、クロスホテルというホテルなんだよね。じゃあホテルに向かってレッツゴー。ホテルに向かってもう着くよ。はい、ホテルに到着です。今日泊まるホテル、ここホテル軽井沢クロス、ここです多分ね、すごい、これ裏口なんだけど、ここにこうやってねモールがあるんだよね、旧軽井沢の中の方に、ほらここから入っていきます。後でこの辺を見に行きましょう。おい、すごいよ、素敵なところ、本当だね。でそこがあれ教会なんだ、軽井沢高原教会、あれは見えるかな、それが関係あるのかな、そうだよ、だからクロスなんだもん、なるほど、あそこが教会でございます、うん、すごい素敵なところだね。今回のロビーチェック、ここも素敵だぞ、この椅子が、あー、ね、テーブルがね、なんか木のちょっと削ってあるような感じで、ソファーがあって、うん、そしてこっちにバーがあって、わー、すごいおしゃれ、ここで飲んでるんでしょうね。で、ほら奥にもすごい素敵な、いいなこういう椅子、最近我が家もソファー事情がいろいろ悩ましくて、やっぱいいね、この斜めになってる椅子がやっぱりいいんだよな、座面が前に行かないからね、おしゃれだな、すごいね、この椅子いいな、
こっちの椅子すごいぞ。ここはこんな感じで可愛い。カリーさん、本当どこもこんな風におしゃれなのね。そしてチェックインしているカズさん。きっと冬は本当に着くんだろうな。扉がまた可愛い。これは内側から見た感じなんですけど、フレームでね。でこれがホテルのマット。私の大好きなクロス。素敵。素敵でございます。素敵でございます。いいね、うん、でそこ教会が見えるっていうのがいいんだよね。そうだね。ここからここが正面入り口。うん、ここかわいいね。はい、今チェックイン終わりまして部屋に入っていきます。ね、今日はね、いいよ、 D7 みたいなんです。 D7 ここからはホテルの人しか入れない。本当だ。下にはさっき言ったショッピングセンターです。そうだね。この下がショッピングセンター。ここも晴れてればここでなんかテラス。そうだね。まあまあ。いい空間だな。ここから入るらしいです。へえ。見てください。すごい。へえ。本が。すごい。もうここ始まってんの？ホテルです。へえ。すごい。我々はここらしいです。行きますよ。ちょっと待って。いいよ。すぐ聞こえる。おい。あらららららら。かわいい。あ、本当なに4人とかも泊まれるってこと？ここ。そういうことなんだね。ファミリータイプって書いてある。へえ。よいしょ。見てください。ここにも。ベランダ、貸し切りベランダ付き。すごーい。ほら見て。ちょっと待って、ちょっと待って。へえ。僕らだけが使っていいベランダです。そうなんだ、すごいな。貸し切りベランダ付きでございます。あらららら。明日朝とか使えるかな。ねえ、ここでなんか買ってきて朝ごはんもいいかもしれない。ねえ。出てみる？うわ、すごい。へえ。ここは宿泊者専用のこの部屋のだけのベランダらしいです。そうなんだ。あ、うん、ファミリーだからね。そう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 。すごい、いいね。ここでのんびりも悪くない。確かに。こっちがお風呂？こっちがそういうことだろうね。電気つけるか、まずな。電気、電気、これ電気ついてるの全部。これで、あれ、ここはだからどうや、どういう、これの状態か。でもあそこにも電気がありそうだよ。床暖がついてる。電気が、あ、これで全部ついてる。あ、じゃ あれはあそこでつけるんだ。そういうことだ。すごい。ここにも1個ベッドがあって、なんかもう完全なるフローリングだもんね。この上もなんか超面白そうだよね。そう、2段ベッドだね。だから5、6人で泊まれるんだよ。そうだね、うん、すごい。いいじゃん。でここにデスクがあって、でもこれシャワーしかないっぽいね、こっちはね。なるほどなるほど。ほら、シャワールーム。本当だ。でもまあ、いいよね。全然いい。あれ、どこに電気があるんだろう。ほら、ほら。あ、いいじゃん。いいじゃん。そしてこの、見て。広々とした。いいね、このタオルがおしゃれ。めっちゃ可愛くない？そのロゴが小添さんのおるね。いやー、それは。かわいい。いやー、ここは前回ね、ちょっとチェックしてたホテルで。そう。いいじゃん。次回ここで泊まりたいなって言って。いい、マークしてたとこなんです。マークしてたホテル。はい、クロスホテル。すごい。やっぱり思った通りの素晴らしいいいホテルだね、これは。めっちゃいい。今日はここでのんびりシンプル。へえ、かわいい。緑がこの見える感じがいいね。そう、そこ開ければいいんだね。そうだ、これで開けるんだ。ほら、あら、いいね。あ、めっちゃいい。すげえ緑が素晴らしい。これでほら、本当にもう部屋も明るくて分かりやすい。うん、確かにいいじゃないですか。
素晴らしいぜ。素晴らしい。いらっしゃった。じゃあ今日はここで。ああ。炎上のすげえ竹。するぞ。この壁面がいいね。ね。でっかい。そう、木のね。へえ、ほんとだ。いいね。クロスホテル、いいホテル。うん。これしかも場所、旧軽井沢の、うん、ど真ん中だからね。うん、さあ、ここでちょっと落ち着いて、そうだね、沢村に行って。あ、ここでちょっと飲んでもいいね。この上が。すごいよね、秘密基地。ほんと、子供とか楽しいんじゃないこれ。ほんとだ。サイズも子供っぽいのかな、ちょっと。いやちゃんとあるじゃない、ウソンコーナーで。そっか。楽しみ、うん、ということで満喫しよう。イエーイ。はい、たちが泊まるホテルはここにすごいいい看板があった。すごいよ。あー、かっこいい。ほらホテルクロス。いいですね。いいね。ホテル軽井沢クロスチャーチストリート。この上にあのさ、クロスマーク超かわいいんだよね。緑のね。そう、確かにいいですね。この上に泊まるんだよね。ここの上に泊まってる。見て見て、ほら晴れてきた。青空が見えてきた。さすがカズさん。さすがカズさん。雲もケチらす男。今日ずっと雨マークだったのにね。そう、素晴らしい。いいね。いいですね。来ましたよ。頼むな。どうする？テラスもある。どうかね。沢村。いいじゃないですか。素晴らしい。外にした。いいね。並んじゃおっか。ビールが登場しました。登場。ビールがすごいよ、クリーミーな泡が。ほんと。見てください。いいね。極上の泡を。いいね。プレモルでございます。今日はね、これが初ビールでございます。はい。じゃあ、乾杯しましょう。乾杯。1年計画を叶えました。ね、はい、じゃあ飲んでください。外の席だからね、気持ちがいい。どうですか？美味しい。うまいですか？うん。カズさんもどうぞ。いただきます。今日の気候がいいね、ちょうどなんていうの、雨も上がって T シャツで、うん、厚手の T シャツでちょうどいいもん今、ね、ああ美味しい。プレモル美味しい。このまま雰囲気がいいね。店員さんがさ、すごいいいテンションだね。すごかった、店員さんもすごい、うん、素晴らしい。おしゃれなんだけどテンションがいいって言ってる。すごいポテサラ。これはね、なんかチーズが、なんとかチーズ。なんとかチーズ、ここメニューあるよ。ニモレットチーズ。ニモレットチーズが乗ってるポテサラ。そう。そしてバゲットくれるのかな。そう、バゲットがついてて、ここはね、ほんとパンがね、有名だからね。そう、パン屋さんなのね。そうそう。ね、これお通しみたい。ワインと一緒にさ、飲んだらこれ美味しいんじゃないの、っていう感じで、じゃあいただいてみよう。そして、高原野菜のサラダ。すごいボリューム。すごいボリューム。そしてすごい綺麗な色。これはすごいね。わあ。さすが沢村。いいですね。このパンがさ、やっぱめっちゃうまそうやな。そう、ほら見てこのカリカリの。いいよ。いってみるか。うん、あ、これはすごいよ。もうフランスパンだよ。向いてくれる。すごい。あったかい。あ、そうなの？あ、こう香りがいい。へえ。これはあの例のなんか全粉球みたいな感じがする。リーンなパンって感じ。うん、超リーン。へえ。すごいよ。これ本当。いただきます。おいしい。チーズ大丈夫？大丈夫。めっちゃ美味しい。小泉さん、ブルーチーズはダメだからね。うん。いいじゃないですか。すごい濃厚。うまそうだ。今ワインを頼みました、はい、メルロを頼んだんですけど、これカリブ、あ、アメリカ産のいいですね。いいね、はい、かわいい。あの店員さん、お名前はノアです。ノアさん、はい、かわいいよね。さっきからね、そう、すごい超ご機嫌な接客してくださって、エネルギーを感じるように。そう、はい、とにかくそれでまたね、やっぱ、はい、うまい。あ、本当ですか。美味しいです、本当にね。お料理まで美味しい。このサラダとかもパンがやっぱりもうやばいですね。あ、本当ですか。くるみの香りがもうやばかったです。くるみ私大好きなんですよ。いや、いいですね。美味しい。あと店員さんの接客がもう、ね、素晴らしい、ね、素晴らしい。ちょっとワイン開けちゃいます。開けてください、はいはい、開けちゃ
ミルが美味しいですよ ね, そうですね。多分このワインも結構エネルギッシュな感じですね。いいですね。私が注ぐからなんて なんて素晴らしい素晴らしい。美味しそう美味しそう。飲みたいよね。美味しそう飲みたいですよね。美味しそうですね。そうですね。ありがとう。すいません。いいえ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでください。いいですね。あ、美味しそう。そうそう、いただきます、ね、いい感じだ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあちょっとこう、あー、いい香り。ほんと香った香った。ちょっと香って香って、どうぞ香ってください。ほんとだ、いい香りすいません、なんかね、いやいや、でもワインやっぱりね、美味しく飲んだ方がいいから。そうですね、はい、雰囲気が一番いただきます。ね、ありがとうございます。お水も、あ、はい、します。あ、飲みやすい。ありがとうございます。これはいいよ、スイスイ飲める。じゃあよく似合うよ、カルサーの松と赤ワインが。ほんとだ、美味しい。可愛いね、あの店員さん。はい、店員さんも全然動画映るの大歓迎です。本当、だってなんかもうスカウトしてもらいました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チェイサーを飲まないとね。そうですね、血中濃度が高まってしまうから、はい、ゆっくり。お水もありがとうございます。美味しそう、はい、お水だな。そう、美味しいんですよやっぱりやっぱりですか。カルサだからね、こう皆様言われます。皆さん言われる、うん、いいじゃないですかちょっと決め顔しよう。決め顔してください、決め顔、はい、ワイン大好きで。いや、そうなんですね。注ぐ瞬間が一番楽しい。あ、香りをちょっと嗅いでね。そうです、そうです。そっか、いいですね。ちょっと思いを結構込めてるので。なるほど、素晴らしい。今フィッシュ&チップスに来たんですけど、これすごいですよ。なんかイワナ、川魚ってっぽいよ。すごくない、このタルタルト。すごい。それはもうポテトの鉄板でしょ、うん、しかもマニアックだね、俺たち。これと一緒に赤ワインを飲んでるね普通白でしょ、ビールとかね。まあでもいいじゃないですか、それが軽井沢スタイルですよ、ね、ちょっと食べてみてください。いいね、このタルタルソースがもうモロハンドメイドだもんな。そうだね、懐かしいでしょ、なんかこういうの、うん、懐かしい。僕もね、カフェで働いてたことがあるんで。いくよ。はい、熱そうだな、揚げたてだからね。うまい。これはうまいでしょ。うまい。うまい。うん、あ、めちゃめちゃ美味しいよ。本当、うん、なんかイワナって言った気がするんだよな、うん、イワナだよ、多分。めっちゃ美味しい、なんかちょっと違う今までとは、うん。恐るべし軽井沢クオリティ、沢村クオリティ。すごい。天気がもうやばいんですよ。気づけばもうなんか青空が見えてて。すごいよね、今日雨だったんだよ。そうだよ、ガズさんが雲を切らしました。素晴らしい。すごいよ、まあ最高、最高の気候。多分今25度ぐらいじゃないかな。そうね、T シャツ1枚で超心地がいいです。厚手の T シャツに私は薄手のパーカーっていうね。そう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 、小杉さんはこの薄いパーカーを着ているというね。風もね、なくね。素晴らしい。で、トゥユーとかやるといい、はいはい。今日のメインです。メイン来た。今日は赤、あ、違う違う、牛ほほ肉の赤ワイン煮込み、うん、これはからしかと思ったら人参のペーストらしいです。すごい、もうね、香りがやばいんですよ、うん、赤ワインにはね、やっぱり赤ワインには、うん、ね、赤ワインには、ね、うわ、見てやばいですよ、ほろほろ、箸でほろほろ、箸でほろほろです、これは。あー、これはやばいやばいやつです。すごい、これをこうやってこういう感じじゃない。そういうことか。じゃあちょっと私が一発いっていいですか。いいよ。おいしい。これは見てますよ。へ、しかも超熱い、うまい。これ赤ワインでしょ。相性が、赤ワイン煮込みに赤ワインですね。軽井沢がだん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 こういう方になってきたな。そうね、今日も老けていきますよ。沢村クオリティやばいです。やばい、いや素晴らしい、やっぱり来てよかったな、うん、今ホテルに戻ってきたんですけど、見てください、これホテルに泊まってる人しか入れないエリアなんですよ。鍵を開けて入ったんだよね。そう、鍵を開けて入った。もうベンチがあって、
見て。ハンモックあるよ、ハンモック。すごい。わ、このソファーがあったりとか。すごいよ。いや、酔ってるガズさんがハンモックに座ります。いやすごい気持ちいい。すごいね。傘いらなかった。そうね、それがすごいね。何がすごいって、雨も降らない。ほんとすごい。これ、これうちの部屋です。鍵めっちゃいいじゃん。ここで飲もう。あ、ほんとだ。でもほら、まだ濡れてるんじゃん。吹き合いじゃん、タオルがあるから。ほら入れるんだよ。ほら、すごい見て、こっちもすごい景色いいよ。すごい。軽井沢は恐るべし。あ、こっちもだから玄関になってんだよ。ほら、ほんとだ、見て。ほら、こうやってドバになってんの。ここで靴を脱げばいいんだ。いやー、いい感じだ。帰ってきた、やったー。おはようございます。一夜明けまして、見てください、めちゃくちゃ晴天ですけど、ものすごい晴れてんだけど。ほんとすごい。いや、今から朝ごはんどうしようかっていう話になって、まだ今ね7時半になってないよ。そうだね、めっちゃ早い。誰もいないだから、旧軽井沢通りも、うん、で朝ごはん食べに行くんだけど、結局やっぱり昨日の夜行った沢村って、昨日行ったところはですね、レストランエリアとあのベーカリーエリアがあって、うん、同じ店なんだけど、うん、違うんですよ、はい、なんで、まあ、結局またベーカリー行って、うん、沢村濃厚沢村 2days 軽井沢満喫しようと思って歩いて、ホテルから向かってるところでございます、はい、この店僕の親戚がやってる楽焼き屋さんです。昨日もちょっと挨拶したよ、動画堂。はい、到着しました。見てください、超うまそう。いや、前回もすごかったけど、まあ去年も来たけど。そう、はい、こっち見てみたらすごいよ、クロワッサン。いやすごいうまそう。そしてあっちのロケーション見て、奥に、え、奥に、そう、まあ、そこもいいよ、すごい。ほら、クロワッサン。あとは、あとは、なんか1個シェアするか。いや、あとチーズクッキーとカレーパン、はい、食べられなかったら持って帰ればいい。そうね。そうで、あとですね、コーヒーは、はい、会計しています。すごい景色だな、後ろが。天井といい、はい、素敵だな。ぜひぜひ軽井沢来たら、はい、ここを堪能して来てください。パンが来ました。うわー、美味しそう。コーヒーもさ、めちゃくちゃいい香り先にコーヒー紹介、ね、めちゃくちゃいい香り、うん、で、これがクロワッサンで、これがガズさんの注文したなんか、チョコが入ってるやつ。チョコが入ってるやつか。これがカレーパンなんでしょ。そうなんよ、うまそうじゃない、ね、で、これがチーズなんだっけ。チーズ、わからん、なんかチーズをよくであるやつで、これがアボカドとツナで、こっちがハマトサンド、うん、すげえボリュームで、食えなかったら持って帰ります。持って帰ります。よし、じゃあ食べよ、食べるぞ。重いもん。あ、そう、重い。へえ。うまっ、おいしい。パイパイ、これ温めてもらったかな。あ、なるほどね、香りがすごい。へぇ、小林さん、クロワッサン、うん、定番ですね、クロワッサン。そう、なんか、うん、だいたいさ、こう、おいしいパン屋さんはこういうのがおいしいって思ってるから、うん、いただきます。いいな。おいしい。うまい、うん、すごいね、うん、
この音、サクサク。サクサクだね。うん、パリッパリ、うん。これからじゃあこれを平らげてゆっくりと参ります。うん、このロケーションですよ。見てください。すごいいいよ。去年もここで朝ごはん食べたんですね。そうそう、夜とはねまた違う場所だから。そうそうそう、同じ沢村なんだけど、こっちはベーカリーエリアで、こっちがレストランだね。すごいよね。すごい、浅間山。あれ浅間山かな。今軽井沢から出てきたところです。チェックアウトしました、ホテルを。いやいいホテルで、もう天気も見てください、この青空。もうしかも気温も今29度ということで、あ、すごい山肌も見える。本当だ、茶色い。すごいね。すごい、いいとこだな。というわけで、駒ヶ岳から軽井沢の旅、はい、これ秋旅なのかしら。そうかな、9月だ。まあでも思いっきり夏っぽいけどね。残暑旅、残暑旅か。なるほど。ということで、ガズ旅、まあ、去年に引き続きですけど、はい、軽井沢また来ちゃったよということで、またでもホテルとかさ食事が違うともう全然違うからね、うん、いやどうでした小林さん。めちゃめちゃいい時間でしたね。僕もやっぱりさすがの雲霧ガズということで、ほんとそれがびっくり。天気予報はねもう雨だったもんね。そう、天気予報は雨だったんだけど、昨日の僕が軽井沢に入ったぐらいから雨も止んで、そうもうね、もう昨日はもう晩ご飯の時はもう全然雨も降らず、そう、で今日はもう快晴ですよ。もう素晴らしい、素晴らしい、はい。というわけで安全運転で我が家に帰って、はい、また芸術の秋、音楽三昧な毎日が、うん、繰り広げられるぞということで、今回のガズ旅これにて終了でございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。